お疲れ様です。今日はですね、こちらバルーンフリーズやっていきます。さあ、リトルプリンスが入ったねバルフリーなんですけども、まあ、限界突破ナイトも、ね、入ってきましたね。テンプレデッキのランバーと、あとはなんだ、対空枠インドラか、ランバーインドラが、まあ、限界突破ナイトと、リトプリになった方が今ね、はい、登場してますんで、やっていきます。まあ、リトプリ本当に世界の横やいきなり前シーズンね、エリゴレとか親衛隊レイジのね、エリポンとか厄介者ですね。なので何使ってるか分かんないんですけど、まあ、リトプリはほんと強すぎる、かつ、まあ、3コストで空に攻撃できる、でさらに3コスト使えばガーディアン召喚できて陸受けもできるっていうので、まあ、ほんと幅広く活躍できすぎちゃう。弱点がね、まじ存在しないぐらいのね、はい、もうぶっ壊れなので、入れようと思えばね、どんなデッキにも入ってくるっていう便利すぎるカードですね。うまいな、そのガーディアンの使い方とフェニックスが。で、何のデッキかマジで分かんないんだよ、これ。おお、なるほど。まさかの墓石で、いや、スケラかな、多分スケラフリーズっぽいね。いや、トルネードなかったら嬉しいな。トルネあるとさすがに墓石トルネで結構苦しくなっちゃうんですけど、まあなければフェニックスとガーディアンね、まあ、全然戦えるね。ガーディアン呼んだら多分ないでしばけると思うんで、呼びどくかと思ったけど、そんなこともなく、まあこれね、そうね、フリーズがちょっと厄介ですね。まあでも俺もフリーズ持ってんのか。オッケーオッケー、これ耐えてしまえば後半形組んで限界突破ないと、まあリトプリバルーンフリーズとかで、まあ、攻めのフリーズでちょっと攻めたいですね。ライドラが重要になってきそう。ああいうのトレネフリーズやっちゃいたいかもね。うっ、間に合ってないかな。間に合っていない。だボーラーの石強い。え、これさ、めちゃくちゃ熱くね。フェニーがね、そう、強いんですよね、これ。この視点だと。まあ、ちょっと無理やりいって。いやー、このタルババうまいね、相手の。いや、でも、タゲどこに行ってんだ、あれ。いやー、結構コスト使っちゃったんで、怖いけど、これ、ガーディアン呼んだら、スキラ守れる気がする。お願い。え、呼べてない。あ、待って。ちょっと待って、え、そうなん、ちょっと遅すぎじゃね。お、マジ、なるほど、勉強になったな本当に。フリーズ使うと使われるとか遅れてきちゃうんですね。遅れすぎなんだけどな。アングラ遅れるのはもう出ないでくれた方がいいみたいな、でもちょっとあるけど、相手がフリーズ持ってるところ気をつけないとな。無駄になっちゃうよ。あんな押せんだガーディアン出てくんの。出てこないんやーって思ってたら出てきたかんな。遅すぎたな。なるほどね。3秒ぐらいフリーズの凍ってる時間があるんで、そんな間は出てこないよ。あー、これマジでトルネードなかったら嬉しいな。さっきの間なんか似てんな。なんだこれ、なんでこのよくわかんないデッキがいいんだ。今遅延スケラか。遅延スケラー、アーチャーマルチ上位結構いるからそんな強くないんですけどね。いや、墓石取るね。ね、これどうしよう。マジバルーン全く刺さらんないけど、俺がアーチャー使ってればな。いや、バルーン全く刺さらないが、まあ、ガーディアンとライドラあるんで、まあ、そこで
頑張っていきたいか。リトプリベビー、もう遅延スクラっぽいよね。バルマジいらんな。ユニットで攻めて、そこに墓石とかトルネ使ったらバルーン追加って感じかな。この防衛ちょっと美味しいけどな。結局施設もあるもん。熱いか。トルネ使ったんで、まあ行ってからの、まあフリーザー行かなくてもいいかなーで行きます。ダメージ稼げるときに稼いとかないとね、なんか苦しい気がした。えっ、でも回るの早すぎん、相手ミスってるやん、でかっそんなことある。お、これはナイトの先がいい。でこれガーディアン実は軽いとかない、俺やったことないけど。うっ、んん、なんか怪しい位置にね。いや、もう一回行こう。トレーン使った後だもん。ガーディアン呼んで、ガーディアンで墓石壊せるの、村。オッケーオッケー、いやちょっといい。でベビドラマしばける。え、これさ、ぬむんしばですやん、それは。おめでとう。オッケー、さすがにこれ落下で落ちる。あーぶねー。遅延スキャラはちょっときついが、なんかリトプリ強かったな。さあスケラーちょっと多いんかな、どうなんだろう、たまたまかな。まあガーディアンで強制橋渡って絶対ターゲット取れるんで、タワーのね、まあ、そう考えると組み合わせは強い気もする。ラララのーザップ最近ね、いるんですよ、エリポン、スパーキー、ギャングババみたいな。マジそれぐらいしかザップってなくない。三重詩とか、三重詩はさすがに効かないよな。この俺がトルネフリーズ使って呪文ない時にエリポン引いたら勝てないもん。よかった、やりこぶギャングザップか。いやマジわかんねえよな。メガラ編とこかっつってにリトプリ入れちゃった。インドラとか来ない、あずれてる、あれなのでガゴムレだけやったね。え、もしかしてこれ神トルネードってやつですか。あっつ、相手はあの反撃芝です。でも2連続芝で勝ちそんなことあっていいのか、でかすぎ。しかもザップまで使ってくれたんで、エリクサーの頭5ぐらい取ってるんぞこれ。よいしょ、ゆっくりいきますか。リトプリ、まあ、リトプリ迫撃小物いっぱい的な。さすがに諦めたかな。さあラッキー、さあラッキー。さあキングバルキリーで最近めっちゃ当たるプレイヤーだ。おお、なるほど。やばい、これ待って、このリトプリ絶対即死。ごめんなさい、ごめんなさい。意外と頑張った。あー、これです、あの俺がさっき言ったスパーキーおちんぱんです。いやーフリーズ狂ったら危ねえかなー。いやガーディアンに打てない、てかやっぱフリーズマジでいらないっす。やっちゃったこれ、あれやばい、マジやばい。ガーディアン完全無視。いやボーラーで耐えれる。でかいでかいでかい、マジでフリーズ入れないこれ。なんかね、エリポンジャイスパー、お願い、タゲ取れるかこれ。いやボーラーの石で当たれ。あ、オッケー、でかい、当たる、でかすぎる、ボーラー強すぎる、でかい。いやここしのいだな、ね、マジでいいことだな。ジャイスパーギャングババの呪文ザップだけっすね。ライドラ強いぞ。でもまあ、リトプリ、リトプリか負け筋は。あーゴブジェの背中でしばく、ハイボマル。いやガーディアン、よしよし、さすがに
オッケーオッケー。いやー、いい耐え、いい耐えだけどちょっとダメージ痛いね。これエリポンもう一回来るの渋いんですよね。対空はまあ相手ちょっと薄いっちゃ薄いが、その程度だ。オッケーオッケー。おいし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 。1150に守りたいな。これバルーンとかやっちゃうとフルカウンターで負けそうだけど、いや、これやんなきゃいけない。この手札フリーズ打ったらいかれるよな。おとなしくいきます。ここから全部守ります。ファイブあんのか。なるほど。まあ本命は左だけどみたいな感じだよね。やだな、ファイズアップでリトプリ溶かされちゃうもん。ここ熱くね。いい防衛フリーズ、良すぎる。それとはスパーキーを一発許容しちゃう男。オッケーオッケーオッケー。全然いい。でかすぎる。耐えてる勝ち。ゴブジェル背中ダメ、背中ダメです。フリーズあります。いやー、でけー。ゴブジャイエリポンか。いや、ゴブジャイエリポンスパーキーか。いかついのよ、デッキが。危ねえ。いや、ボーラー神でした、ね。さあ、できるだけ耐えてカウンターでね、ワンパンしていきたいとこですね。おコカッちゃん、なるほど。枯渇なんか意外と減った気がするんですよね。リトプリのスキルでも一応バレルカンプできちゃうんで、まあ3コスに3コスで対応できて、ウッド系温存できるっていうのはちょっと強い。ボーラーでもカンプできます。ちゃっちゃ元気しちゃいたいな。ここにロケットが、まあ、来ないでほしいが、どうだろう。来たら来たで、ハシマイガーディアンバルーン熱くね。延命されるかな、これでも。これ強いと思うんだよ、これ流れ的に。うわー、タゲリセットのウッド強え。めっちゃいいウッド来ちゃったな。これ先入りとぶりいける。でかいでかい。オッケーオッケーオッケー。いや、悪くはないね、悪くない、全然悪くない。相手のウッドがうますぎたな。あれなければリトプリしばけてたんで、まあ、ちょっと落ちてたんですけど。延命するウッドね。さあどうしよう。端前プリン嫌だけど、まあ、リトプリで受けてカウンター。マジバルーンにはロケットあるんで、このバルーン以外の周りで俺は戦っていかないといけない。バルーン語りです。リトプリ嫌だしな。ってかリトプリプリンやん。プリプリしたいだけや絶対これ。リトプリプリン絶対どっちかでいいだろ。そんなこともないのか。うー、欲しいな今の一発。アウトローもいいんだ、まさかの。まだ意外と、いやー、ガーディアン体力高え。まあ一旦ちょっと雑に。ん？いやー、いいタイミングのロックか。これは一発でかい。まあ左正直攻めたかったんですけど、まあ両サイドになって悪いに越したことはないというか。え、これあれだ、アウトローがいるからいないんだ。あいつが施設がないんだ。なるほど、施設ない、了解。まあさすがにこれはロッキプル、施設ない。バルの角度はボーラの角度悪くてしばかれそう。強すぎ、施設ない。美味しいな、施設ない。美味しいんですけど普通にきついっていう。
全然きつい。まあライドラとかにロケ打たしたいね、これ。まあさすがに外してほしいんですけどね、外さないっすよね。マジ許容ある。いや、ボーラーの角度やりすぎたか。なんか削れんな。って思いながら結構いい形でいってる。ボーラーの石でさ勝つプランあるな、正直。ボーラーの石が入る。え、熱くない？ほんまにロケ使って止まる？フリーザリオ。なんならこれトルネで強制仕込み。オッケー。熱い。でかすぎ。これね。ボーラーライドラとかで、ね、ユニットで攻めてロケット使わしてのバルーン気持ちよすぎる。さすがに今のはちょっと綺麗だったな。気持ちいいね。さあよろしく。いきまして、コカちゃん2連チャン。施設さっきの相手なかったのがでかかったな。やっぱテスラかインフェプラスのロケだと、これまたバルーンがね通るんですかどうなんですかってなっちゃうけど、どっちかしかないの。てか施設ないのでかすぎたね。リタプリいんのかな、わかんない。おお、テスラはありますよ。ヒマガーディアン無意味かな、テスラで引っかかってるし。なんかガーディアンつまずいてなかった今、どっかその辺に。まあ橋前プリンからのゴブリンバレルも見える。そうね、この間キンギドしたいだろうな。あぶねー、うっ、キングギドされたくない。コストちょっと使いすぎてるけど痛いんでね、キンギ。からのニコスバレルワンチャン無視して攻めガーディアンもありだけど、これガーディアンいけたら熱い。間に合い、先に行け。結構熱いぞ。なくないか。あー竹変わっちゃうか。いやでかいでかいでかい。なんならフリーズまでも見えたけど、いやこの5コスバルーンなんですよ。テスラやだな。いや、そんなコストがない。オッケー。これ固めとかないとね、俺折れないんで、こっから。もう一発欲しい。うっ、噛みすぎる。で、トルネで、しばいて。いや、待って。イケイケすぎないか、プレイング。いや、マジやばい。マジやばい。イケイケすぎている、俺がいる。ロケット。そうね、一旦ね、削ってくれ。当たんない、熱い。さすがに。いや、どっか行っちゃった。いや、いいギャング。でも俺これまだ守れもするんで。オッケー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 。良すぎる。ちょっと待って、なんでこんなにいいんだ今日の俺。良すぎるぞ。許容できるぞ。からのガーディアンでゴブリンバレルをしよう。早すぎた。早すぎたけど。いや、これね、ここまで見えてました。よっしゃー。さあ、イケイケすぎんな。ガーディアン、マジ流れ変わるな。さあ、よろしく。
まあ、ここでリトプリが来ますよと、まあ、何でもありますね。ゴーレム、クロス、ホグライダー、迫撃砲、スケルトンラッシュ、ペッカ、メガナイト、何でもあります。はい、先に上げとくいいんじゃない。いいね、もうリードとかない。これでもジャイにリトプリ合わせたかったな。意外とジャイ好きだかな、わかんないな。意外とこれ痛いんだよな。相手の敵はわかんない。なんだろう、何ジャイ、めっちゃ行きたい。無理やり行っちゃう。やべ、微妙だ微妙だ。マジでこの世で一番いらないトルネードしてるかも。いやー、そのジャイうまいな。一発、あー一発ちょっと幸せだけど。マジ、あ、ボール、え、でかすぎでかすぎでかすぎ。ちょっとやるぞ俺、もう一発しばけ、でかい。いや、さすがにガーディアン出しとくか、これダックプリ、遅れてダックプリね、うまいね。でもここでダークプリンスをしばいて、なんならガーディアンがすごい残る。ジャイガーディアン、なんだダックプリ、あ、まあジャイスケラか。ジャイスケラのちょっと変わった方的なジャイスケラですね。もうこの顔はアーチャー、何がダックプリなんだ。まあリトプリでジャイを抑えて、スケラはライドラとかで抑えたいが理想だな。多分これ呪文やゆきなんで、ファイアボじゃなかったらいいなの固めちゃう作戦。いやこれね、マジリトプリ舐めちゃうかも。俺最強じゃね、アーチ欲しい。あー、なんかちょっと強いアーチャー来たな。うー、強いのよそのアーチャーは。いや、行き、これ許容できると思う。完璧すぎる許容です。この許容大事です。はい、からのトルネカフリーズで対空しときたい。からのボーラーの石ころ大作戦。オッケー、ガーディアンもあります。うえー、これが強いんだよね。最後のジャイスケラをナイトライドラからのリトプリで受けたの、あれがねトロフィー戦上がります。はい、大事です。さあこちらバルフリね、まあ、リトプリに意外とフリーズが刺さる。やっぱ攻撃一瞬リセットされるんで、イントラみたいね。そうなると結構バルーンも通りやすいんじゃないかなっていう、まあ弱いっていう考えもあるんですけどね、リトプリ火力高いんで、まあそこは考え方次第ではあるんですけど、意外とフリーズもね悪くないので、ぜひこちらバルフリやってみてください。よければちゃんと声がお願いします。お世話してもらう。